はい、即解塾の久保です。今日の Q&A はね、あの、すごくシンプルなんですけども、皆さんも、それどうなんだろうと思うことだと思うんですよ。あの、今日の質問はね、幽霊はいますかお化けはいますかっていう質問なんですけどもね。いや、これね、まあ、いるんじゃないかなと私は思いますよ。いるんじゃないかなと思うけども、これ、他者に対して客観的な証明っていうのができないんですよ。いる証明もできないし、いない証明もできないんですよね。まあ、ですんで、まあ、信じるかどうかは人それぞれってことじゃないですかね。 まあ、というのがねアフリカにドゴン族っていうのがいるんですよアフリカにドゴン族いやこれも見たことないわけじゃないですかでもいるとされてるんですよ信じるか信じないかは個人に任されてますよねあと何かね人食い人種みたいなのが昔いたらしいですけどもこれも信じるかどうか次第なんですよ本当はそんなのなかったかもしれないんですよもしくは好き好んで食べるわけじゃなくってなんかね儀礼的に形だけ食べてるふりをしてんのかもしれないなって考えることもできるんですよね それで幽霊の話ですけどもなんかね昔亡くなった人を呼び出す人っていると思うんですよツタンカーメンとかねそれから菅原道真とかね織田信長をこうね、呼び起こしてで降臨していろいろ喋るみたいな人がいると思うんですよで私が聞いたところによるとあの、そのいた子みたいな人が高齢術で昔の人のね、亡くなった人の霊を下ろしたらしいんですよそしたらねなんか田子作っていう人が降りてきたらしいんですけども 誰それみたいな感じなんですよねで、田子作さんっていうのはその,あの霊媒師の方が言われるには、まあ、農家のね三男坊で結構貧乏していたとでいつもお腹を空かせていて、えー、まあ38歳ぐらいでね、えー、お亡くなりになったそうなんですよ流行り病でかかってねでその方が自分の日常を語ってくれたんですけども一向に面白くないそうです起きたら眠いで生まれてこの方は農家しかやったことないし で、自分の村から出たことがないので毎日毎日ね新しい人に触れて新しい情報に触れて天気それから作付けのこと自分の腰の怪我のこととかねそういうのが延々と語られてきてなんかその数百年後の私たちの時代の人々にこれといってねヒントになるようなこととか全然語らなかったんですよでもそれをいた子さんっていうか霊媒師の方が3時間ずーっと延々と話してるんですよ。で あの死者の霊をこう、ね、この世の中に降臨させるっていうふうに期待して多くの方がその霊媒師さんの前でね20人ぐらいの方がお寺で聞いていたんですよでさすがにもう面白くなくなっちゃってうんなんかそう1人2人とね立ち去っていく人もいたんですけども最後まで律儀に聞いてる人の証言だといや本当に面白くなかったとで本人も結構ドギマギして口数も少ないし昔のことなんで読み書きとかコミュニケーションってほとんどなかったんですよ そそれこそね、あのー、自分の畑のこととかの会話は多いんですけどもで何を育てていたのかもよくわかんないらしくってで収穫が終わったら、まあ、年貢で半分ぐらい持っていかれて残ったやつをこう、ね、家族で分けてお隣さんにも分けてで神様にはちょっとお,お供えしてみたいなことを延々と話してるんですよ。で全然面白くないと。うん、でも考えてみたら昔の人の霊を下ろすって昔の人ってほとんどが無名な人なんですよね。中には名前すすらないい人もたたくさんいたわけですよ。 で、あと10歳までの生存率っていうのは非常に低くって、まあ、時代によってはね100分の1とか言われてたんですよ要するにちっちゃい子が死亡する確率疫病とかねあと貧困とか飢餓とかで死ぬ確率って非常に高かったんですよで人身売買とかねあの譲り受けとかも結構ありましたよね門沸かしとかうんそう考えたら確かに昔の人の霊を下ろすって言ってもほとんどが知らない人とかね で幽霊がこうやって出るとするじゃないですかその幽霊が有名人なわけないじゃないですかでしかもそれがねタイの平の清盛が蘇ったとか言っても平の清盛がどんな姿をしてるのか私たちは分かんないじゃないですか時にはねイエス・キリストが降りてきましたとか言うわけですよでイエス・キリストの,あの蘇りに出会ったって人がいるらしいんですけどもそれがイエス・キリストだって何で分かったんですかってことなんですよ私たちは想像している絵とか 場合によっては写真みたいなものでイエス・キリストのねちょっと背が高くて白ひげを蓄えてるみたいなのを勝手に想像しますけどもイエス・キリストってハゲだったかもしれないんですよイエス・キリストって眼鏡かけたかもしれないんですよイエス・キリストって黒人だったっていう人もいろいろあるしんですよねでイエス・キリストは背も高くなかったし東洋人なのか西洋人なのかも分からないしもしくはねなんか女性だったんじゃないかなっていう人もいるんですよだからイエス・キリストに会ったっていう人も あのー、なんか絵本とかでで見たイメージのまま語るんですよねで私たちもそのイメージのまんま「あなるほどね」って思うんですけども「ちょっと待てよと」とイエス・キリストが来たからといって「おい俺がイエス・キリストだぜ」って言ってもねそれをうのみにしていいのかどうかってことですよね。もしかしたらイエス・キリストじゃない人が生まれ変わったのはいいことになんかね他人の有名人の名前を語ってるかもしれないんですよ。分かんないですよねだからね、うん。だから誰かの生まれ変わりって言っても本人が名乗ってすら。 信じられないしわざわざ平の清盛が蘇ってきたらね私が平の清盛でございますって名乗るのかとかねそういう問題もありますよねで名乗ったところでどうしてそれが本人だっていう裏付けが取れるのかっていうこともありますんで幽霊はいるにしてもこういうふうにね証明がほとんどできないのと幽霊が出てきたからといってねじゃあそれは怖いものなのかその幽霊は何をしようとしてるのかもしくは偶然そこにいたのかっていう問題もあるんですようーんなかなかね 難しい問題ですよ、ね、幽霊っているんですかねそう考えたら、うん、まあでも本当にね誰かの生まれ変わりみたいな人がいつも有名人であるのは勘弁してください無名な人だって生まれ変わってるはずですからね、はい、じゃあいってらっしゃい